フレッケンボーベンデンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン郡に属す自治体である。フレッケンの称号は8つの地区からなる、この町の名称の公式な一部である。ボーベンデンは、ゲッティンゲンの森の北西の張り出し部、ネルテンの森の南西に位置し、ゲッティンゲンの北約 6km にあたる。オスターベルクとリートのコイパー丘陵との間、南北に流れるライネ川の東、同じ方角に流れるベーンデ川沿いにある。ベーンデ川はこの町の北数キロメートルでライネ川に合流する。エディゲハウゼンの東の高台に、中世のプレッセ城の城址がある。存続している村落の他に、現在のボーベンデンの領域内には、以下の集落があったが、中世後期に廃村となった。ボーベンデン集落の最初の文献上の記録は、949年2月2日の、オットー大帝の文書中でなされている。これは、この未来の皇帝とヘルスフェルト修道院との間の、商取引に関する文書である。この文書では、村の名前は、ボビンジェノンとされており、その後ボバントン、ボベンツン、13世紀以降は、ボビンテンと表記され、16世紀末になって、現在の形となった。名前の由来は明らかでないが、人名のボボ、またはボボに接尾語ツンが合成されたもので、ボボによって開かれた、あるいは統治された、入植地と解釈するのが自然である。別の説では、ボボは人名ではなく、バイオ山に由来するものであり、ライネ川の堆積地の高台にある入植地を意味するものだと主張している。マテウス・メイリアンの銅版画に描かれたプレッセ城を12世紀になって初めて貴族の領主かボーベンテン家が現れた。文献上最も古い記録は1170年のものである。ボーベンデン周辺をヘルマースハウゼン修道院に寄贈する内容を記した資料に保証人の一人として名を連ねている。1211年からボーベンテン家は村の礼拝堂の保護者となっている。その後、ボーベンテン家は所領を拡大し、13世紀半ばには、すでに7つの農場、11.5 ハーフェンの土地、2つの牧草地と1つの居城という広大な領地を有するに至ったが、その首有はボーベンデンに止められた。本拠地以外でも、ハルデンベルク城の城主として登場し、マインツ大主教に仕え、しばしば、ハルデンベルク家の保証人を務めた。マインツ選定公に近い立場にあったものの、それは、ベルフ家から、フォン・ボーベンデンの霊園を受けることを妨げるものでは、なかった。14世紀以降、彼らはますますブラウンシュバイク寄りの立場を取るようになっていった。例えば騎士のギュンター・フォン・ボーベンデンは1364年に、マインツ大主教には内密に、ブラウンシュバイク公オットーと相互援助の制約を結んだ。これによりオットーは、奉仕するばかりの一方的なマインツ選定公との不平等同盟を保護にすることができたのである。ボーベンテン家は2世紀の間、村の命運に決定的な影響力を保持していた。14世紀末からは徐々にその力を喪失し、1500年以後はわずかに一つの家系だけがその名を継いでいる。ボーベンテン家の領土は、プレッセ家の所有に移された。ボーベンデンの町の紋章に描かれた鍵が、ハルデンベルク城を拠点とする、マインツ選定公の影響を忍ばせている。14世紀以降、プレッセ家がボーベンデンの有力な領主となったことは、明らかである。プレッセ家は、1447年10月28日に、全所有地を、ヘッセンホー伯ルートヴィヒ一世に献上し、世襲、霊園として統治することとした。こうすることで彼は、ブラウンシュバイクリューネブルク公に対して、高度の自治権を保ったのである。16世紀以降、ボーベンデンはプレッセ家の最も重要な町となり、多くの権利が付与された。この町は、1587年に、ヨハネス・レッツナーによって初めて、フレッケンと記述されている。これは、この時点で少なくとも、市場開催権を有していたことを示している。また、1605年には、ビールの醸造権も授けられた。これ以前の1587年にプレッセ家が断絶した後、その所領はヘッセン・イカッセルホー伯領となり、ヘッセンの飛び地という扱いになった。1660年にプレッセ城が廃城とされて後、ボーベンデンは行政の中心地となり、1777年に堂々たるバロック建築の新しい役所が建設された。この役所はかつてシュタイナ修道院の2つの荘園農場があった場所に建てられた。飛び地であるという、この町の立地条件は様々な職種の発展を促した。ゲッティンゲンのゲオルク・アウグスト大学設立に伴い、ボーベンデンも18世紀後半から経済発展を遂げた。当時まだヘッセン・カッセルホー伯領の飛び地であった、この町に、学生たちは旅芝居を見に訪れ、宿屋のツームレッツェンヘラーやレストラン、ラウシェンバッサーで食事をし、ワインや蒸留酒、砂糖入りコーヒーに端的した。これらは、ゲッティンゲンでは贅沢品税の対象となっていたので、あった。学生たちの時間の浪費、放埓、借金の増加という一連の逸脱を、ゲッティンゲン大学当局は、ボーベンデン危機と称した。1973年の市町村再編によって、8つの村落がフレッケン・ボーベンデンに合併した。プレッセ城と麓の町並みローベルク地区には大規模な遊歩道がある。ローベルクの尾根には長さ約300メートルにわたって、かつてのユダヤ人墓地がある。この墓地は1680年に設けられ、現在65基の墓石が残っている。最も古い墓石は1770年代から1780年代のもので、最も新しいものには1926年の年号がある。ボーベンデンの公牧地台帳には、イム・ユーデングルンデという名前の土地が1571年に初めて記録されており、1605には、バイム・ユーデン・キルヒョフという記述があるが、この2つの集落のいずれにも、ユダヤ人墓地がなかったことが証明されている。運転連通り74番地の家の裏にミクワーがあったが、1845年に破壊された。またブライテン通り19番地にシナゴーグ及び学校として用いられていた建物があったが、1922年に売却され、1960年に解体された。ボーベンデンは、広域遊歩道ゾリングハルツ横断道に面している。また、スポーツセンター、テニスコート、屋内テニス場、ケーゲルスポーツセンターや乗馬ホールのある体育館などのスポーツ施設を利用することができる。ボーベンデンのすぐ東からエディゲハウゼンの南にかけて、広がるアイベンバルトアムハインベルクは、ドイツ最大のヨーロッパ1位の天然林である。この森林域は、自然文化財として保護されており、プレッセ城の麓を通る遊歩道を経由して簡単に行くことができる。エディゲハウゼンの南にあるオスターベルクに展望台がある。これはシュタイン近面送信所が属すのと同じ同一、周波数網の一部を成しており、デジタルオーディオ放送の転送を行っている。ボーベンデンはハーナウからブレーメンへ至るドイツメルヘン街道の一部を成している。ボーベンダーデッケル鉄道では、ハノーファーとゲッティンゲンを結ぶ、旧南北線や、ハノーファービュールツブルグ高速線が通っているにも、かかわらず、ボーベンデンには、駅がない。両路線及び、連邦道 B3 号線は、ボーベンデン町内で、約400メートルの間ボーベンダーデッケルという名の、トンネル内を並走する。レングレルン地区には、鉄道ゲッティンゲンボーデンフェルデス線の駅がある。ありがとうございます。